マルセイユで発生したミストラルによる嵐2008年11月13日に発生したミストラルの風向きと風速を表した地図ミストラルはフランス南東部に吹く地方風アルプス山脈からローヌカ国やデュランス川流域を吹いて加速度を増しカマルグ周辺の地中海に吹き下ろす寒冷で乾燥した北風であるラングドック北東部平野からプロバンス トゥーロン東部の間に影響を及ぼす風もミストラルで、あるが強い西風と感じられる。この風はフランスの地中海沿岸全般に影響を与えており、しばしばコルス島とバレアレス諸島の間の地中海に突然嵐を引き起こす。ミストラルとは南フランスのプロバンサル語から由来しており、見事なを意味する。また、 隣接地域のイタリア北西部で吹く同じ風はイタリア語でマエストラーレと呼ぶ。ラシン方位では北西を表す。ミストラルは常にカラリと晴れた新鮮な空気をもたらすので、プロバンスの気候を作る重要な役割を担っている。特にローヌ川谷において、ミストラルは時速 90km の速さに達する。日中の平均速度は時速5 0トルに達し、 夜間に著しく沈静化する。ミストラルは通常冬から春にかけて吹くが、すべての季節に発生する。時には丸1日から丸2日続き、数日間続くことも頻繁にあり、時には1週間以上続く。画家ヴィンセント・版ン・ゴッホはその著書、ゴッホの手紙において、アルルに住んだ晩年、ミストラルがあまりにも激しくて、イーゼルにかけたままでは、 風にバタバタと煽られて絵が描けないと嘆いている。ありがとうございます。